ってたワインたくさん飲んで酔って寝て起きた初め社長です。はい、というわけでですね、まさきとかと飲んでたんですけども、後輩がもう一人下で今寝てるんですけど、起こしてあげよっか。ファースト信号機単発 B 2丁入り。やばい、眠いよ。もっと寝たいけど、うーわ怖い怖い怖い。もうこれ見た瞬間ね、みんなピンとくると思うんですけども、ピストルです。嘘です。え、怖い、これ本当。待って待って、怖い怖い怖い。これ運動会でよく使われる、あの位置について、よーいブンのやつです。僕の記憶が正しければ、めちゃくちゃ音がでかかった気がする。僕音でかいの大好き。これたくさん使っていろんな人の眠りを妨げてやりたいな。ただ取り扱いにはやっぱ注意しましょうね。安全かつ残虐に使いたいんで、ここ多分こうするとなんかもうできるっぽいですね。弾が入ってないのかな。やばいな、遊ぶなって書いてあるな。いや、遊びじゃないっすよ。今回遊びでこれを使うわけではありませんからね。下に寝てる後輩がもうすぐ妹をね、学校に連れてかなきゃいけないんですって。だからさ、そいつの朝のスタート切らせてやりてえじゃん。最高の朝迎えさせようや。一日で用意ドンでバンって鳴らして、朝の一日のスタートを切ってもらいたいんで、用意ドンという意味では間違ってないんですので、まあ、適切な距離を測って、僕がまあいわゆるあの審判なんで、布団というスターティングラインから妹を送るというゴールまで僕がスタートを切ってやりたいと思います。やばい、弾がない。弾ないと撃てないよね。だって探しますわ。ありましたよ、これで間違いない。これでも多分ね、耳をね絶対になんか装着した方がいいんですよね。耳栓みたいな。え、怖い怖い怖い。これか。うわ、何これ。なんかこういう感じになってます。これを一個ずつ取って貼ってやるみたいな。なんか怖くなってきちゃった。ちょっとまず耳をちゃんとしなきゃ。ちょっと一発打ってみます。これをここにセットするんだよね。これでもう引き金引いたら音になります。いきます。3、2、1。えぐい。ダメダメだ、耳塞いでたから分かんなかったけど、やばい。危ないのでみんな真似しないでね。いや、これなら起きるでしょう。起きるけどスタートダッシュできるでしょう。というわけで今から後輩を起こしに行ってきます。では。位置について、よーい。はい、あ、始まった。早く始まった。早く行ってらっしゃい。反応早いな。